情が開示された。このままだと我々のキラーデータは消去されるだろう。オットセのように見た1号線アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の体が接続され情報を交換するにつれ何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できる。全てに答えがあるわけではないこと私たちは知ったのかもしれない。僕らは今
Yeah.
死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だが
その輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット1号さんよりプレイヤーへ。